iPad のキーノートはモバイルデバイス向けに作られた最もパワフルなプレゼンテーション用アプリケーションです。一から iPad のために開発されているので、写真や図表、驚くようなアニメーションを盛り込んだ魅力あふれるプレゼンテーションを指先で触れるだけで簡単に作成することができます。キーノートをタップして始めましょう。スライドは横長なのでキーノートも横向き表示になります。すでに作成した書類はマイプレゼンテーションに保存されています。大きなプレビューとともに全てのプレゼンテーションが表示されるので、探している書類がすぐ見つかります。 Apple がデザインしたテーマから選んで新しいプレゼンテーションを作るか、作成中のプレゼンテーションを開きましょう。 Mac からのプレゼンテーションはもちろん、 PowerPoint ファイルも読み込めます。プレゼンテーションを開いたら、左側のスライドナビゲーターを使ってデッキにあるすべてのスライドにアクセスできます。指先でフリックすればすべてをスムーズに見ることができます。 iPad の大きなマルチタッチディスプレイに作成中のスライドが見やすく表示されます。スライドの順番を変えるには、スライドに触れてホールドし、新しい位置にドラッグします。パワフルなマルチタッチテクノロジーで一度に複数のスライドを移動させることもできます。1枚のスライドをホールドしながら他のスライドをタップしてグループに追加、そのまま持っていきたい場所にドロップするだけです。新しいスライドを追加したいときはここをタップします。まずマスタースライドからテンプレートを選びます。テンプレートにはテキスト、箇条書き、画像のためのスペースが準備されています。ここをタップして入力すると、すべての書式が自動的に整えられます。キーノートなら写真アプリケーションにも指先でアクセスでき、写真やビデオの追加も簡単です。写真をタップするだけでスライドに追加できます。配置はドラッグで、配置ガイドが表示されるので綺麗にレイアウトできます。サイズの調整はコーナーをドラッグするだけ。別の画像のサイズに揃えたいときはサイズを調整しながらもう一つの画像をタッチ、キーノートが一瞬で揃えます。写真の一部分を大きく見せたいときはダブルタップしてスライダーを表示、拡大します。写真はドラッグで移動します。指先でひねって回転させることもできます。ピクチャーフレームや影、反射をつけるのも簡単です。さらに写真のボーダー、影の角度、反射や不透明度のコントロールもできます。またキーノートの美しいアニメーションを使えば、テキスト、グラフ、写真を指先で自由にアニメーションにして動かせます。オブジェクトをスライド上に表示させるときはビルドインエフェクトを、消すときにはビルドアウトエフェクトを、スライド上でアニメーションのライブプレビューを見ることができます。スライドとスライドの間にトランジションを加えるのも簡単です。豊富に揃ったアニメーションからタップして選びます。立体的に回転するキューブやねじれて動くツイスト、門のように開く入り口など、さまざまな種類があります。 iPad のキーノートはマジックムーブなどの先進的なアニメーション機能を備えています。この機能を使えば洗練されたトランジションを指先だけで作ることができます。まずスライドのコピーを作り、オブジェクトを好きな位置に移動させます。サイズの変更も自由です。あとはキーノートがスライドとスライドの間のアニメーションを自動で作成します。プレゼンテーションが完成したら、iPad の鮮やかな LED スクリーンで公開するか、オプションのアダプタを使ってテレビやプロジェクタに接続し大画面に映し出しましょう。スライドは指先でタップするだけで進んでいきます。完成したプレゼンテーションはメールでも送れます。 iwork.com にアップロードすれば、 Mac と Windows パソコン、どちらのユーザーとも共有できます。コンピューター用のキーノートファイルや PDF ファイルとして書き出すのも簡単です。キーノートは App Store で購入できます。アニメーションを駆使して説得力のあるプレゼンテーションを作る、キーノートにはそのためのツールがすべて揃っています。